もしもーし。どうもこんばんは。はじめまして。はじめましてではないですけどね。はじめましてみたいなもんやけどね、言ったらね。そうですね、うちのチャンネルだとはじめましてですね。あ、来た。え、来た。買ったこれ。かかった。来ないでいいって。来ないでって。来ないでって。来ないでって。うるさいな。うるさいなってそれ喋るよ。ねえ、遊戯王さ、どれくらいわかんの？いや、全然最近はやってないっすね、ほんと。あ、そうなんだ。でも一応今使ってるデッキを今日のために1個作ってきたんですよ。うんうん、今日のために作ってきてくれたん？今日のために1個作りましたよ、このデッキを1個。マジかよ、もういいやつや。作りました。俺実はいいやつなのね、実は。実はやけど。マジか、合コンの時じゃ気づかなかった魅力が今、うん、あれで誰一人のもん気づけないよ、あんなあれで。お前だけ喋るペースすごいから今、星川さん。うん、ちょっと俺の喋るペースすごいよ。今星川必死に考えながらやってるから、ちょっとごめんね。玉木くんのチャンネルの時ほど喋れないからね、星川今。任せて、俺がつなぐから。サラさん任せて。ありがとうありがとう。これなんだっけ。任せて、サラさん喋るから。これありがとうございます。あ、もちろん、なんか喋りすぎってなって、ちょっと今読みたいに集中したいって時は黙れって言ったら黙るから俺。黙れ。あ、怖い。あ、黙らな。黙らな。Be quiet. Be quiet. Be quiet. え、ロメさんってさ、普段さ、誰と遊戯をすんの？一人？いや、うん、一人。めっちゃ一人。遊戯をやる友達なんて一人もいない。だから俺はすごい嬉しかった。遊戯をやらないって言われた時、遊戯をやれんのって。相手フィールドのモンスターを一体リリースできる。キショ、お前。マジかよ。これはガチで俺もキショいと思ってる。しな。でも止められないんだよな。それ何？どの効果？どの効果？どの効果だろう。当ててみよう。どっちにどの効果使うかな。ごめんね、3つもあって。さ、文字読むのダリー。めっちゃわかる。ダリーマジで。わかる。三つあんねんな、これな。頭今回らん、欲しく。これが俺の策略。頭を回させない。なんでさ、毎回さ、喋るたんびにロベスさんのさ、何、うん、あのキャラがさ、配信でのキャラが違うからさ、今初めましてしてるみたいなもんなんだよ、うん、実際。いや、そうだよ、俺だってもう本当に初めましてだよ、これ。本当に初めて喋った時ホストだったからね、この人の。うわ、フワンダリーズじゃん。お、フワンダリーズ知ってます？名前だけね。え、もしかしてさ、特殊召喚とかしない？はい、特殊召喚じゃないんですよね、これ実は。これ全部通常召喚扱いなんですよね。特殊召喚してよ。特殊召喚ね、いや、うん、できるならしてあげたい、俺も。やっぱりね、こう遊戯王に誘ってもらった身やから俺も。そうだよね。できるなら特殊召喚してあげたいけど。そうだよね。これはね、特殊召喚しないデッキですね、これは。そう、気に入ってもらわないと困るな、それ星川。確かにそれは困るかもしれないね。うん、こいつやばいって、この円ペンギン。いや、やばくない。なんか思ってるよりやばくないから。ただペンギンよ。ペンギンよ、だって。考えずに、サラさんとペンギンが一回対面してみてください。うん、なんかやばいことしてない。それ欲しかった。なんかやばいことしてない、あなたも。なんだ、海粉怪獣って。俺が花粉症と知ってのことですか、これ、もしかして。で、こいつは何なん、この海粉怪獣は。ガダーラのこと海粉って呼ぶの、多分ロベさんぐらいよ。本当に？うん、海粉って呼ばん、みんな。ガダーラって呼ぶんよ。海粉やろ、こいつ。海粉やろ。こういう風もうまく使ってあげて。うまく使えるのか、こいつ。果たして。攻撃力高いよ、そいつ。それは本当にそう。ちょっと読んだ方がいいの、これ。怖いんだけど、こいつ。なんなん、こいつ。おい、4つあるやん、丸1から丸4。丸1から丸4はやりすぎなんですけど。いいじゃん、自分のフィールドにいるんだよ。頼れよ、そいつ。絶対頼ったらあかんやつやろ、こいつ。え、大丈夫なやつだよ、そいつ、多分。じゃあ、やってみるか。いけるか、お前。もう、海粉怪獣行くじゃん。通るんだ。あ、通るんだ、海粉怪獣。海粉怪獣通るよ。海粉怪獣通るんだ。あ、なんだ。心配して損したぜ、本当に。こんぐらいなんですよ。ダメねー。いや、どうする、この、あと、どうする、あと一旦欲しい。一旦欲しい。本当に潤う、こっから。マジ、本当くれんの、本当に。一旦潤える、あなた。潤う。絶対潤うね。うん、一旦だけちょうだい。そのやっぱ気合に免じて。はい。気合に免じて、じゃあ一旦こうしましょうか。よしよしよし。いけるな、いけるな、サラさん。ロベさん、いい人。よっしゃ、サラさん、いけるね。来た、こんなとこで。ゴミカード来た。よっしゃ。ゴキブリ来た。いけるよ、サラさん、ゴキブリいいよ。
いい動き来てるよこれ。よし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 。バトルフェンス。よし、けん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 。俺はそんなことさせない。俺はそんなことさせないよ。なんでだよ。俺はそんなことさせない。もう殺してくれよ。こっからもっと苦しまなきゃいけないあんたは。あんたはもっと苦しまなきゃいけない。あんたはもっとやっぱりあかん。そんなことでね楽になるなんてね、はなはだおかしい。そんなことしたらあかんよあんた。ひどいよ。自分にあるね命、それを大事にしなんと。さてと、海粉怪獣ガダーラでしたっけ。ガダーラね。ガダーラで、じゃあこうですかね一旦ね。最後裏切られるか。じゃあこうですかね。ガダーラなんなんこいつ。こいつなんなん。ちゃんとした戦力だったんだけどこいつ。飼いならしてただけやったんやこいつ。感謝してガダーラいつもありがとうって。あ、ガダーラさん本当にいつもありがとうございます。ね、もう一回やろう、もう一回やろう。はい、いいよいいよ。この不安だリーズデッキを使ってる俺から言うのを、うん、言ってなんやねんって思うかもしんないんですけど。え、うん。マジでこのデッキは使わない方がいい。なんで。友達をなくす。そんな嫌なやつなん。え、うん、でもそれ分かってて今日使ってるってことだよね。だって使う相手いなかったから。ねえねえねえ、それさどういうこと、うん、つまりはっきり言ってほしいんだけど、星川は。星川はねロベさんのこと友達だと思ってたよ、うん、これから仲良くなれるんだろうなって。うん、友達だと思ってる。本当にこれを使ってもなお友達と思ってくれる優しさをサラさんは持ち合わせてるだろうなって思ってる俺は、うん、なんかしんどいな。星川が我慢しないといけないってことね。そういうことね。あれ、俺もしかしてまたホストクラブやってますこれもしかして。あれ、あ、なんかシャンパンお願いします。あ、一番嫌なやつだ。一番ダメなやつ来た。え、待って、ねえねえ、手札さ、2ペアできた、はい、2ペア。え、もしかしてポーカーで遊んでらっしゃる今。5期ワンペアありますね、これ。5期ワンペア。一番いらないワンペアだよ。俺もしかしてまた5期が攻撃表示で召喚される瞬間見れる。ごめん、ペンギンごめん。おい、なんか別のやつ来たやん、誰君は。え、なんでサラさんはそうやってさ、なんかよくわかんない怪獣を押し付けてくるの。もうどうせ使わないし、いいや。 G やろそれ絶対。俺知ってるよ、攻撃力500で守備力200の G やんな多分。違うもん。違うか。さすがにそんなわけないか。わけない。 G なわけないよな。 G は手札に折ってこそやもんね。そうよ、ワンペアできてのに崩すわけないだろそんな。ただね、うん、G っていうのはね、ちょサラさんちょっと存じ上げないか分かりませんけれども、はいはいはい、フィールドにいるよりも、はい、手札にいた方がいいんですね G っていうのは。あ、どうしてですか。これはね、はい、なんと相手の特殊召喚時にねデッキからカード1枚ドローできるって効果持ってますから、手札に絶対いたと。だから一回これお戻しさせていただきますね。一回。あ、なるほどね。一回ちょっと手札にお戻しさせていただきます。はいはい、ありがとうございます。申し訳ない。はいはいはい。もしかして G じゃない。私一応害虫駆除としてやってきてるんですけど。使うか。あ、G や。多分俺が手札に戻した G や、あいつ。G やん、やっぱ。俺特殊召喚しないって何度も言ってんのに。しかもバトルフェイズで投げる人初めて見た。どんだけ G に思い出ないねん。わかった、同じことはもうしない。そう、それは同じことはもうしない。ゴキをゴキとちゃんと向き合う星川は。でもうん、そうや、まあ、そうなるよね。嘘やろ、やめろ、サラさん早まるなて。早まるな。おー、えらい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 で、やっぱりね、俺思うんですよ、サラさん。何？やっぱ増殖する G がね、うん、やっぱ表立って出てるのは良くないと。あ、なるほどね。ちょっと一回こうさせてもらいますね。あれ再放送？あれ再放送？あれ。でもこれね、ほら、あの守備力わかんないからね、うん、この裏側のやつ。いや、そうやね、守備力わかんないね、うん、めっちゃ強いかもしれないからね。めっちゃ強いですか。ロベスさんのフィールドにいるモンスターじゃちょっと難しいかもしれないな。サラさんから受け取った改正怪獣でも、うん、ジズキエルって呼んであげて。あ、うん、下の名前で呼ぶのやっぱ照れさくて、ちょっと気持ち悪い。下の名前で呼ぶのちょっと照れくさくて、キモカードくらいまだ早いかなと思っちゃって。そっか、でも改正怪獣さんでも、うん、ちょっとな。改正怪獣でも無理。まあその辺はちょっとむずいな。改正怪獣でも無理かな。無理かな。いや、でもいや、だからでも一番高い攻撃力のやつで行くっていうのはセオリーやね、これは。まあね、奇跡にかける。
奇跡でね。絶対ゴキブリやないかい。もう一旦欲しい。ちなみに、うわ、もうなんか心折れそうです。じゃあ選ばせてあげる。うん、烈風亭ライザーさんか、うん、怪獣さんか好きなんこの子のこと。じず言えない。うん、それかあのそれかあのエンペンやったらどれがいい。やっぱ真ん中かな。じゃあえでもちゃんと名前呼んであげてね、うん、かわいそう。照れくさいな。いや、やっぱ最後くらい呼び捨てしようよ。下の名前やで。いて、地図消える。いや、もういいや、ウケるわ。ウケるんかい。ウケるんかい。